はいどうも、アフリカ TV です。今日はですね、南桜駅のアフロジャパンっていうね、アフリカ料理屋にアフリカ料理食べに来てます。カメルーン料理が食べられる珍しいお店で、ママ紹介します。はいでーす私はママエット。ママエット。アフロジャパンのママ、シェフです。ユーサイです。ユーサイはね、僕のジャイカの同期で、訓練ね。そう、長野でね。泊まり込みで2ヶ月。一緒で、同期で。今日実は会うの7年ぶりですよ。そう。ユーサイは、去年ね、オンラインコミュニティを何個始めたの？イベントを200回ぐらい、ね。200回そう。365日で200回ぐらい。その中で、また再開して。で、いろいろオンラインでね、やってたんだけど、そのうちの1個のイベントで、それがカメルーンのね、そうカメルーンのイベント、僕はねちょっと出たカメルーンの話をするライブで、今日初対面でカメラマンやってた荒木さんとユウさんオフ会みたいな感じでカメルーン料理を食べに来ましたので、この後また食べるシーンもねちょくちょく撮りながら、おいしいよね、おいしい料理を日本人に合うようにこうアレンジしてくれて、そうお腹壊しちゃうからね、本当に大丈夫です、大丈夫、そうフレッシュでこうクローズンじゃない、今はね冷凍します、ノーレートノーレート、これ全部一から作る。いやいや。すごいですよ。フレッシュクック。ノーメニュー。メニューないですよ。皆さんこれ気をつけ。アフロジャパン、メニューない。お任せです。お任せです。これは、is フフカンデリア。ヤムイモのフフ。フフね、これカメラでクスクスって。クスクスクス。Yeah, we have plantain banana. プランタンバナナ。これね、調理用バナナですね。And this, we have ヤム。ヤム来ましたよ、これ。ヤムね、ちょっとどういうのか皆さんお見せしますよ、これ。今持ってきてる、ね。そう。皆さん、これヤム芋。これ野球のバットじゃない。ほんまや。赤ちゃん、赤ちゃん。たまにヤムイモ怪しながらね、やっていきたいですけどね。これはヤムイモ蒸したやつね。これが主食ですね、今日3つ。プランタンとヤムと、ハッチキンね、ハッチキン。ハッチキン、ちょっと辛い。いや、ちょっと辛い。ちょっと辛い。チキン、スパイス、フライ、トマトソース。Then this is エロ。エロ。エロ。これはね、もう、ベリートラディショナル。いや、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。カメルーンでめっちゃ食べる。これは、これほうれん草。ほうれん草、アフリカンスタイル。トマト、パンのソース。バンドスープね。いっぱいあります。アフリカンスパイスね。いっぱい。濁した。濁した。濁した。何見てんの？ガーリック、ジンジャー。あ、ガーリック、ジンジャーが。まあ、いろいろアフリカの味付けです。これもこれも。あ、そうそう。これは？これマルタね。これギネスが作ってるノンアルコールジュース。And this one, this is orange. This is whiskey and cola. ギネスじゃないんだ、これ。はい。そうなんだ。コーラ配分ね。アフリカ先生はブスター。ブスターもウイスキーしてる。同じだよ。同じ。ブースターっていうのもちょっとこの辺に画像を出してくれ。I go back to kitchen. あ、ごめんなさい。ちょっとママがキッチン戻ったんで。急に戻った。早速で食べていきたいと思います。F から行くこれ。え、F。F、F。ああ。うまい。美味しい。これかなり日本人に合うようにアレンジされてる。でもちょっとやっぱ辛いですね。うん。辛みがある。出汁が効いてるんだよ。カメルーン料理でも初めてじゃない。初めて。カメルーン人が作ったカメルーン料理は初めて。美味しいですよ、これ。出汁がすごい効いてて。美味しいでしょ。一番。一番。人生で一番美味しい。Oh my god! The best you can have in Japan! Go to Afro Japan and enjoy yourself! 牛すじ入っててうまい。だしがすごい。魚の味もするし、肉の味もするし。魚介豚骨って感じ。ちょっと辛い。ちょっとね。ちょっとだけ。とりあえず食べて。あ、これは普通にうまい。普通にうまい。アフリカ感そんなないけど、普通に美味しい。だけどやっぱり、辛い。辛い。こっちの方が辛い。辛い。あとから。こっち、ほうれん草の辛いっすね。辛いっすね、これ。うん。うまい。うまい。フーも食べてる。フーって皆さんご存知ですか？これはうまい。フーダーじゃない。めちゃくちゃうまい。あ、フレッシュ違う。全然違う。フレッシュ違う。全然違う。全然違う。うまい。フレッシュ、フレッシュ。やっぱりフレッシュクックなんで。これはうまい。カメルーンで食べるカメルーン料理より美味しい。皆さんね、ぜひね、このフーフ、日本で食べれないですから、なかなか。ちょ、ぜひね、食べ来てほしいです。無事食べ終わりましたと。だって今日は南桜井っていうね、春日部市ですね。アフロジャパン。アフロジャパン。ママ来てる。ママ来てる。住所は、春日部。埼玉県、西川何の?19-16-14。ここに書いてある。ここに住所が出してる。この辺に出してる。電話番号は、070-75-43-72-43。アフロジャパンはい、じゃあ皆さんまたね。